エレン・オケイン・タウシャーエレン・オケイン・タウシャーはアメリカ合衆国の政治家。1997年から2009年まで連邦会院議員2009年から国務次官を務めた。エレン・タウシャーはニュージャージー州ニューアークにて誕生。両親は食品商業労働者組合で組合代表と秘書を務めていた。シートンホール大学で学び1974年に 幼児教育の学士号を取得。その後は、投資銀行ベチェで働き、25歳の時に、ニューヨーク証券取引所に参加。1979年から1983年まで、アメリカン証券取引所役員を務めた後、証券会社ベア・スターンズとその子会社ドレクセル、バーナム・ランバートに勤務。1989年、 カリフォルニア州に移り、親の依頼を受けて、保育労働者の実態を調査するサービスを提供する、初の全国規模の会社を設立した。また情報誌、ザ・チャイルドケアソースックの発行や、タウシャー財団を管理して、初等教育機関に、コンピューターやインターネット接続の資金を提供する、活動を行った。タウシャーは、民主党の団体に所属し、 資金調達担当者として活動。1992年と1994年の連邦上院議員選挙でダイアン・ファインスタインを支援した。1996年、カリフォルニア州第10選挙区から連邦下院議員に立候補。共和党現職ビルベーカーと争った。選挙では家族問題を争点に掲げ、また企業面、環境面、 軍事面への支援を主張した。対するベーカー候補は保守主義を前面に押し出し、とりわけ人口妊娠中絶や重規制への反対を主張した。タウシャーは最終的に得票率1.45ポイント差でベーカーを下した。この選挙戦は同年の連邦会員435選挙戦のうち4番目に費用がかかった選挙 1998年と2000年の選挙では、共和党の活発な活動に逆らって勝利。第十選挙区はかつて、共和党の格好たる地盤と目されていたが、ベイエリアの共和党支持者の内大部分の恩恵派は、国政レベルでは民主党を支持した。2000年、カリフォルニア州では、全州規模で選挙区割りの見直しが実施され、タウシャーの選挙区から共和党支持の厚い区域が、 切り離された。この改正はタウシャー有利に働き、サクラメントやバークレーよりの地域は強固な民主党の地盤となった。この改正以降、タウシャーは2008年まで4期連続で常に65%以上の得票率を維持し続けた。2009年3月18日、国務次官のポストに指名を受けたことを発表。2009年6月25日、上院は 全会一致で承認。しかしながら、翌6月26日、彼女は会議長代行を務め、国内排出権取引に関する地球温暖化法案について議事進行を行った。そして同日の米国クリーンエネルギー安全保障法の投票終了後、連邦会議員を辞任した。彼女の選挙区では、その後、欠員補充のための特別選挙が実施された。 ありがとうございます。